今回は頭のいい人は答え方で得をするという本をご紹介します。本書は樋口雄一氏による実用的なコミュニケーション術を学ぶための手引き書です。本書はビジネスや仕事において効果的なコミュニケーションスキルを身につけ、相手との円滑な対話を実現するための具体的な方法論を提供しています。一つの重要なポイントとして、コミュニケーションにおいては話の方向性を示すプラスポイントを絞ってコンパクトにまとめることが挙げられます。商談や報告などでの適切な情報伝達は、大人の表現を用い結論からスタートし、肝心なポイントをコンパクトにまとめることが求められます。これにより相手に的確かつ迅速に情報を提供し、信頼感を構築することができます。また褒め言葉に対する適切な返答もコミュニケーションスキルの一環です。謙遜と自慢のバランスを保ちつつ、率直なプラス表現を用いることで相手との関係を良好に維持することができます。相手の褒め言葉に対し感謝の意を示すだけでなく、具体的な肯定的な側面を強調することで相手とのコミュニケーションを深めることができます。さらに悩み相談に対する適切なアプローチも解説されています。相手の言葉に対してオープンクエスチョンを活用し、共感の姿勢を示すことで相手が自ら問題を整理しやすくなります。ポジティブな側面を引き出し、相手の自信を取り戻すようなアドバイスが求められます。本書はまた、しつこい依頼や情報の探りに対処する方法や立場的なジレンマへの対策、相手の善意で押し付けられる場面での脳の伝え方など、多岐にわたるシチュエーションに対する具体的なアドバイスも提供しています。これにより読者は様々な状況において冷静かつ適切な対応ができるようになります。総じて本書はコミュニケーションスキルの向上に焦点を当て、具体的なケーススタディを通じてリーダーシップの構築や円滑な対話の実現をサポートしています。仕事やビジネスにおいて成果を上げたいと考える読者にとって非常に価値ある一冊でしょう。この本を通して読者はより高度なコミュニケーションスキルを身につけ、成功への階段を一歩一歩着実に登っていくことでしょう。